セメントが電気を通す。セメントの原料にも使われている物質を電気伝導性の物質に変換することに成功し、電子化物、エレクトライドの材料としての可能性を追求・研究しているのが東京工業大学教授の細野英雄さんです。今、新しい範疇のエレクトライドについて優れた特徴を見出して、触媒や電子材料など活用法の検討が進んでいます。応用と基礎が分化してない段階が一番面白いんです。応用の中に基礎があって、基礎の中に応用があるっていうフェーズがある。で、その段階なんです、これは。アクセルではプログラムマネージャーの横山俊治さんとともに、エレクトライドを産業界で展開、触媒として用いてアンモニア合成を小さなプラントで、環境負荷を少なくする技術の開発、有機EL ディスプレイなど電子材料としての用途展開など、さまざまな分野での実用化を目指します。化学反応用途と電子材料用途の2つの大きな目標を設定して、エレクトライドをですね、ぜひとも実用化につなげたいと。僕は材料をやってるもんですから、材料ってのは物質の中で世の中に役に立つものを材料って言うんですよ。使われない材料ってのは材料じゃないんですよ。